セントマ州島は、ベーリング海に浮かぶ離島で、アメリカ合衆国のアラスカ州に属する島である。セントマ州島のアップライト、三崎セントマ州島の地図セントマ州島から近くの、友人の各島までの距離は、ヌニバク島まで 264km、セントローレンス島まで 311km、セントポール島まで 362km の距離がある。また、 アラスカ本土までは 355km、ロシア連邦本土までは 457km 離れた離島である。島の面積は137.857スクエアミ、ある。島の最南端にあるアップライト岬は1000フィートを超えるがケッチであり、島の北にあるグローリーオブ、ロシア岬も似たような地形である。島の最高標高点は、 島の中心部より南側にある1476フィートの地点である。島の周囲にはいくつかの小島と岩礁があり、主なものとして、島の北西に5キロメートル先にあるホール島があり、両島に挟まれた水域はセリチェフ水道と呼ばれている。島の14キロメートル南にはピナクルロックという小さな岩の小島がある。この島一帯の自然景観と野生生物が、 アラスカ国立海洋野生生物保護区の一部として保護対象となっている。1940年代までアメリカ沿岸警備隊がロランチ上局の運用、保守のため人が常駐していた。国立気候データセンターの1986年のレポートによるとベーリング海一帯の気象条件は相当な風と冷量差、高い湿度と曇りがちな空と評されていて、 セントマ州島の年間平均気温は摂氏3.2度、年間降水量は389ミ、mm、リメートル程度である。島の地質はペルジェリッククライアクオルスとペルジェリッククライウボロルス形式の表土の下に白秋後期から大未期前期にかけての軽く歩かり、系列の安山岩でできている。この島は、戦死時代にはアレウト族が居住していた。最初に記録される 植民の試みは、1809年にデミード・イリーチ、クリャコフ率いるロシアの集団が、ロベイ会社を装いながら、島に全焼基地を設けたのが最初である。2013年に、ヨットで島へ探検に行った人によると、現在この島には、人の居住や人の活動がないにもかかわらず、島の海岸の広範囲にわたって、主に漁業用のプラスチック用品を中心とするゴミが、 漂着していることが確認された。現在北極狐と、ハタネズミ属のインスラーウォールの2種の動物が島に生息する哺乳類である。その他北極グマが時折流氷に乗って島に訪れることがある。この島は、ベーリング海における北極グマの活動域の難言となっている。セントマ州島におけるトナカイ島数の変化を示したグラフ1944年。 アメリカ沿岸警備隊の緊急時の食料のために29頭のトナカイが島に持ち込まれた。数年後、沿岸警備隊はトナカイを置き去りにしたまま島から撤収した。その後置き去りにされたトナカイは増殖してゆき、1963年にはおよそ6000頭まで増えていったが、その2年後には42頭まで生息数が激減した。研究によると、 1963年から64年にかけての冬はとりわけ厳しく気候的な要因によるトナカイの食料の不足が壊滅的な生息数の低下につながったとしている。そして1980年代には島のトナカイは絶滅した。島の大きさから推定される適正な生息数は1670頭程度と考えられる。環境問題研究家はこの現象を 生息数の過剰に起因するものとみている。ギャレット・ハーディンは、彼の著作である、アンイクレイト・ビュー・オブ・ザ・ヒューマン・プリリカメントにおいて、過剰な人口がもたらす結果についての実例として、セント・マシュートにおける、トナカイの増殖と激減の様子を一つの典型例として引用した。島には二つの大きな湖がある。ノース・レイクとビッグ・レイクである。それらこには、 周辺の島に比べて豊かな最低5種以上の淡水魚が生息している。地類に関する研究は1990年代から生息する地類のリストや生息状況、分布状態の調査、整理が行われている。島の植物の植生は地形と侵食によって現れる水系模様及び湿潤な環境から鉱山ツンドラに分類される。ありがとうございます。